ここは静岡市清水区のとある川。ここには生まれたばかりのシロウオがいました。僕はシロウオ。まだ赤ちゃんだけど、大人になったら透明なかっこいいシロウオになるのが夢なんだ。ちなみにシロウオの体は透明すぎて、体の中の内臓や骨まで透けているのが特徴。体の真ん中の大きな浮き袋で上手に泳ぐことができる。わあ、僕まだ赤ちゃんだから泳げないよ。助けて。波にさらわれたシロウオは川に流され、とうとう海までやってきてしまいました。あれ、すごい遠くまで流されちゃった。海まで来てしまったシロウオでしたが、美味しいプランクトンが周りにたくさんあることに気づき、ここでしばらく暮らすことにしました。お、石。1年後、すっかり大きくなったシロウオは、なんだか故郷が恋しくなりました。体も大きくなったし、そろそろ元の川に戻ろっかな。春になった頃、シロウオは川を登っていきました。すると可愛いメスのシロウオを見つけました。あの子めっちゃ可愛くない？恋に落ちたシロウオは、なんとかしてあの子をゲットするため作戦を考えました。そうだ、マイホームを作ろう。気が早いシロウオは家を作ることにしました。穴を掘って2匹が入るほどの小さな部屋を作りました。あ、メスがいた。おーい、こっちこっち。必死に踊ってメスの気を引き、見事カップルになれました。やがてメスは300から500個の卵を産み、無事成長した子供たちは巣立っていきました。みんな大人になったら故郷に戻ってきてほしいね。そうね、そのためには子供たちが暮らす海も川もどっちも綺麗なままであってほしいわ。そういえば、昔はユイの桜エビに清水のシロウオなんて言われるほど多くのシロウオがいたけど、どんどん数が減って絶滅するかもしれないらしいよ。確かに最近は仲間の姿を見ることが少なくなってきた気がするわ。海や川が汚れてたり、川がコンクリートになってると私たちは住めないのよね。だから人間のみんなにはポイ捨てをしないとか、川を汚さないことを心がけてほしいな。シロウオたちはこのメッセージが人間たちに届くことを願って川へと戻っていくのでした。もっと川や環境のことを知りたいという方は、こんなこともやってるから、ぜひチェックしてみてね。